です。はい、これが収束よ、これが収束よ。はい、というわけでトータルで1545枚でした。今夜は寝かせないよ。本日3回目の初当たりですね。行きます。必死です。はい、ここも今日は一番活躍してくれてる鏡でいきます。右中左下、おー、よかった。ダンス目で20、よかった。ええよええよ。ないんかい。や、前兆続いてるな。最終ゲームで告知される可能性がありました、ありました。最終ゲームで告知される可能性が、けどもうどないせん言うね、ラスト1ゲームで。いや、でもよかったよかった。ゲーム数数えてへんかったけど、体感的に長い思た、おかしい思た、おかしい思た。よっしゃよっしゃよっしゃ。はい、トータル986ゲームプラスの、はい、3期ゲームということでね、いただきラッシュいきます。合計40ゲームの上乗せですね。ビンゴ、あ、上乗せですね。ごっついわ、ごっついわ。30ゲーム中左ぶっ刺され、あー惜しいな。あれ、むちゃくちゃおかしい、むちゃくちゃ違和感ある。すごいすごいすごい。21ゲームボーナスです。乗ってきた乗ってきた。ないか。ああ、トータル1198枚ですね。うわー、最後の乗ってて欲しかったな。吸ってもまだもうラスト60ゲームなんでね。
あ、気抜いてられないですからね。レア子役が引けないですね。上乗せが全然噛み合わへんな。またせめて女房、女房もいかず、はい、とりあえず、1386枚でした。あ、女房、女房いきましたね。やりました、スターキラッシュ復帰ですね。なもん鏡やわ、ちょっとほんまにこのいただきね、なんとか日本で引き戻したんで、レア子役でちょっとまともに乗せたいですね。出る時に来た。お弁当ばっか。よっしゃ、よっしゃ、ざまみろ。なんぼや。50はでかい。50はでかい。もう一丁来い。ああ、やっぱそんなうまいこといかないですね。あ、これはスカンディア。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。天国はどうも抜けましたね。まあさすがにあんだけ連チャンしたら十分。はい、ラスト2ゲーム、お弁当箱で50ゲームの落ちたんですけどね、まあ、ちょっとそこからレア子役1回も落ちず、AT 中にちょっとレア子役が全く引けへんので、もったいないですね。はい、というわけで合計1671枚でした。お、また2本も行きましたね。ちょっと引き戻したいな、ゾーン近いし。来た、おー来た。トラカンはもうもったいなって言うてる場合、197ゲームですね。うわ、もったいな、もう。245ゲーム発展ですね。研修から研修とか、なんか当たってるでしょ。ただこれがだから、どっちの、あ、もう確定してますね、4つ点灯してるんで。ただこれがどっちの前兆なんか、問題はそこですね。いただきラッシュなんか、チャンス目、251ゲームチャンス目来て、ボーナス臭いな。ボーナス、ボーナスですね。253ゲームボーナス確定です。ボーナス確定、7を狙え。お、いけいけ。
圧のやつや、激圧のやつや、激圧のやつや、加賀美さんって。よっしゃ、どうした、どうした、今日加賀美さん、加賀美さん激強。延長は継続はなさそうですけど、まあ、1枚役でサクッといただき入ったんで、よしとしましょう。はい、ルイゲ1704枚でまたいただきラッシュ、行ってきます。さあ乗りましたね。30、ごっつい、ありがたい。チャンス目ですね。おお、でっかい、ジャッジェリーから、ジャッジェリーから30は嬉しいですね。まあちょっとあとものが上乗せして続いたんですけども、なんかこう正攻法で攻めきれずっていう。おっ、とりあえず2070万、これあれですね、青仁王門、青い方ちょっと大チャンス。ほんま終わってるわ。全然生かしきれてへんっていうね。もう全然生かしきれへんかった、もう最悪や。うわー、もったいな。来たんちゃうかな。来ましたね、引き戻し、引き戻しでしたね。いただきラッシュ、引き戻しましたね。え、どっちやねん。いや、ちょっと正直僕自身は天国ループだいぶしたんで奇数かなとか思ってたんですけど、ここに来てもうちょっと訳がわからん。もうほんまに AD になった途端レア子役がピタッと止まるんで、今回も駆け抜けですね。はい、また日本のチャンスいただきましたね。いきます。じゃあもう扉が出てこない、意味ないのに扉全然出てこない。穴を狙え、スタン、チャンス、ソルテだ、もう痛い痛い、もうあかんわ、もう仁王門が全然あかん。
行かせへんな。はい、まあとりあえずいただきラッシュ、終わって今ゲーム数318ゲーム、うん、次のゾーンにもちょっと遠いん で引き戻しもなかったんで、ちょっと周りの様子見ていきたいと思います。まあいろいろ見て回ったんですけども、まあ、いわゆるゾーン狙い、天井狙いできる台っていうのもなく、で今僕がずっと打ってた番長、まあ、出玉は得ましたけども、ちょっともう途中途中展開で方程どころか偶数奇数もちょっとようわからん状態なんで、で今引き戻しのあれが終わったところでちょうど310何本番長のやめ時としては今最適やと思うので、とりあえずスロットやめます。でまだまだね、前回までの負債取り戻したいんで、ここでパチンコ行きたいと思います。パチンコ売ってるんですか最近は。最近ね、パチンコちょっと前の、AKB あれから若干恐怖症にはなってたんですけど、ま、ちょっとはい、あれからね、必勝パチで、あれから恐怖症になってて、あれから一切売ってないんですよ正直。なるほどね、はい、やけどもちょっと今日やれる感じがするんで、まあもうここでねパチンコ解禁するならこのタイミングなんですよ、うん、それもやっぱりマックスいかんとです ねだからまあ第一候補が、寝台の、あれか刑事で、刑事が満員やったらまあ猪木見て、うん、猪木も満員やったら、哲也、なるほど、見て、まあ、何かしらのマックスキーを、マックスキー攻めますよ。はい、ちょっと入ってみましょう。行きましょうか。土曜日なんでね。土曜日なんでね、そうで寝台なんでね、うん、刑事は満員っすね、やっぱり刑事、猪木が満員ですね。まあほなとりあえず、本日00の、209回回ってるこの台、哲也ジャンセイ再臨ですか、はい、こちらの方、回していきたいと思います。正直言わせていただきますけども、私この台初打ちです。はい、なんでちょっともう何が熱いとかどうこうとかようわからへんので、その辺だけご了承ください。個人的にはね、ちょっとマックスキーっていうのを触るの怖いんですけど、まあ今その前回までのね抱えた大きい7000枚弱の負債取り戻すためには、やっぱりここででかい勝負中の戦闘話ならんのでね、ちょっと角台が開いたんで、まあ、あっちの方が回ってるっぽかったんで、あっち移動します。お、青行きましたね、青。青じゃん、緑、来い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 、バカ野郎。こわ、ここで緑行かへんかったらもう緑絶対行かへんやん。こういうのやめようぜ。あ、天運、天運チャンス。天運、2度びっくり、今からリーチなんすね。当たったと思ったのに、今からリーチ、あ、今からリーチなんすね。ベスト折りできな、役物も折りできた。お、天運ゾーン。え、ちょっとこれ熱いんちゃう。え、でも絶対強い、他の色あるし。え、ちょっと当たって、マジで。いやでも堀は青やねんな。
神様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 ただ勝つことだけをそれだけを考えるな当たったええねん赤まで行けもうあかんやつやん緑でどうした上がり放棄だと覚悟もなしに卓に座ってんじゃねえ外れてから長いわライソン赤一発赤こんなもん絶対熱いでしょああどうしよう当たって赤掘りやでボウシュウさん偉い人や確かボウシュウさん哲也のあの人うんあれ師匠師匠行ってくれ神様違うぜ違うわあかんけどまだ続くうん嘘つくなよバカえああよかった何のフェイクだよね赤字赤字でっ落ちてこえへんのかよストーリー的なやつストーリー的なやつ274頼むなえってか焼くもの落ちてきてないやん俺は悪人どっちだ当たれ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 I'm sorry.